はい、どうもブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。ですね、今回は久しぶりに食レポやりたいと思います。それでね、何を食べるかっていうと、まあ私のチャンネルね、見てくれてる人はもう大体想像つくんですけど、またカップ麺やろうって。まあそうなんですけど、今日はね、食レポにぴったりの商品を見つけてきたんですよ。それがね、こちらなんです。いきますよ、ドーン。見てこれ、一見するとただのどん兵衛 UFO って思うでしょ。違うんですよ、これね、40周年記念の商品、45周年記念の限定商品でして、なんとこれ、まずこちらが UFO 味のどん兵衛、そしてこちらがどん兵衛味の UFO なんですよ。味が入れ替わっちゃってるわけ。果たしてこれうまいのかっていうところで、正直なところ言うと、これ日清のカップ麺って全部ね、クオリティがもうある程度標準値を超えてると思ってるんですよ。今まで日清の商品でどれ食ってもやっぱりそれなりにうまいから外れはないと思うの。だから問題はどっちがうまいのかっていうので、今日は検証してみたいと思います。はい、じゃあまずね、このどん兵衛の方から中身は開けて見てみるんですけど、私これ気になってたのが、どん兵衛って揚げが入ってるじゃないですか。あれはこれだとどうなるんやろっていうの、それがちょっと気になってたのよ。でちょっと開けてみます。まずは液体ソース、まあ当然これ多分ね、 UFO のソース焼きそばのソースだと思う。これでしょ。で UFO ふりかけ、これ多分あれだよね、青のりとかだよね。あれ、やっぱりあれか、入ってない、揚げが入ってない、なんか細かい刻んだ揚げらしいものも入ってるけど、やっぱりあのままの形では入ってないんですね。じゃあこんな感じになるんですね。はい、これですね、これがまず、UFO 味のどん兵衛。はい、じゃあ次はね、 UFO の方です。これはどん兵衛味の UFO になります。中はこんな感じ。はい、あれ、ちょっと待って、これ揚げ入ってない。え、こっちにも入ってんだ、 UFO にも揚げが入ってんだ。で中はマヨネーズ、はい、マヨネーズ。え、どん兵衛味にマヨネーズ合うのかこれは。であとはこれなんだろう、あ、こっちも液体ソースなんだ、液体ソースだね。こっちはどん兵衛味なんだけど液体ソースか。あれだよね、どん兵衛、ノーマルのどん兵衛だと粉状のあれだよね、ソースっていうか、ソースじゃないな、スパイスっていうのかな、あれ粉状だったよね。こっちはやっぱり結局お湯を切って絡めるっていうのもあって、やっぱり液体ソースになるんですね。じゃあね、どちらもね、お湯を入れていきたいと思います。はい、じゃあどちらもできましたんで、ちょっとまず見てもらいたいですね。で今回ね、どっちも汁なしになります。どん兵衛の方も湯切り用の穴が開いてて、そこからお湯を捨ててソースを入れるっていう形になります。じゃあまずは UFO の方、 UFO がこんな感じです。はい、見えますかね、見て、どん兵衛に入ってるかまぼこが入ってるんですよ。
で、ここにちっちゃくアゲがいるんですけど、ほとんどアゲの存在はわからない。こんな感じ。こんな感じになります。はい。じゃあ一方、どん兵衛の方は、こうなります。はい。これなんかちょっと違和感あるよね。普段さ、この入れ物でどん兵衛だとさ、なみなみとこう、スープが入ってるわけじゃん。それがさ、こんな感じになっちゃいました。ただね、色を比べてみると、こっちの方が UFO のソースが入ってるんで、色すごく濃いです。じゃああとはね、こう食べ比べだよね。まずはじゃあこの UFO の方から行ってみたいと思います。これあくまでもどん兵衛味の UFO です。じゃあ行きますよ。いただきます。うまい。ね、今回こちらの UFO の方、味付けはどん兵衛なんですけども、まず普通のどん兵衛と違って、袋の中身は液体ソースでした。でしかもこちらにはマヨネーズがプラスでね、これどん兵衛の味付けにこのマヨネーズが入るっていかがなものかって俺思ったんだけど、このマヨネーズがいい感じで、なんだろうな、マッチしてる。うまい。これこれありうまいわ。マヨネーズとどん兵衛の味がこんなにマッチすると思わなかった。ただ一つ難点が、なんかね、麺がねくっついてる感じがする。こう滑らかさがないっていうか、麺同士がこうくっついちゃう感じ、これがねちょっと気になるっちゃ気になるかな。でもね、味がうまいよこれ。じゃあ次はこちらのどん兵衛、 UFO 味のどん兵衛はどうなのか。わあ、色がすごい。これ見て色が、さっきの UFO とちょっと比べるとね、かなり濃いんですよ。やっぱりUFO のソースそのものがもともと濃い口ソースだから。じゃあいただいてみたいと思います。匂いはね、UFO そのもの。いただきます。味的には本当に UFO そのもの、 UFO そのものなんだけど、なんだろうな、この太いさ平打ちの太麺、これに UFO の味が乗っかってることによって、若干ね、もしかしたらソース焼きそば UFO に比べて味は若干薄くなってる気がする。でもね、まずいかっていうと、まずくはない。一定の水準は超えてきてると思う。でもね、ちょっと待って、もう一口食わせて。
はい、私の中で結論が出ました。どっちが美味しいか、あくまでも私の意見なんですけど、私の中ではこちらのどん兵衛味の UFO の方がうまかったです。こちらです。これね、本当にうまいんですよ。どん兵衛の味にこんなにマヨネーズのアクセントが合うとは正直思わなかった。でこちら、UFO 味のどん兵衛なんだけど、なんだろうな、私の中ではこれおそらく焼きうどん的なものになるんじゃないかと、そう思ってたの。思ってたんだけど、ちょっとね、焼きうどんとも違う。で、かといって焼きそばとも違う。で、まあ、もちろんどん兵衛ともちょっと違う。どれとも合致しないんだけれども、それでもね、すごく美味しいんだったらいいんだけれども、なんかな、ちょっと考えちゃう。全てにおいてどっちつかずすぎて味の決め手に欠けるっていうかさ、この太麺にちょっと UFO のソースはちょっと合わんかなって俺の中で思う自分がいます。まずいわけではないんですよ。まずいわけではないんですけど、食べ比べをした時にどっちが勝ったかというと、私の中ではもうちょっと差がつくのよ。圧倒的にこちらのどん兵衛味の UFO が美味しかったです。はい、もう一回食べたいって思うのはこちらの方でしたね。で、どん兵衛の方はまた次買おうかっていう気には正直言ってならなかった。どん兵衛は普通にどん兵衛のまま食べたかったって思ってしまった。ここがちょっと残念な点。全てにおいてなんかどっちつかず感が出ちゃったかな。うまい表現見当たらないけど、それに比べて予想外にどん兵衛の味付けにマヨネーズが合ってしまった。そこが勝利のポイントかな。あと麺がちょっとくっつかなければもっといいんだけれども、でもそれはまあ許容範囲っていうか我慢できる範囲なんでいいとして、まあ皆さん今回の勝負、私の中では UFO 味、どん兵衛味の UFO の勝ちっていうことで結果が出ました。皆さんももしよかったらね、コンビニで両方買って食べ比べすることをぜひおすすめします。その結果ね、皆さんはどうだったかっていうご意見を聞かせていただければ嬉しいです。それではまた。